はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日なんですけれども、うん、スポーツゲームおー、はい、にちょっとターゲットを絞っていこうと。なるほど。で、スポーツもいっぱいあると思うんですが、はい、その中でもサッカーにちょっと、焦点を合わせていこうかなと。フットボールですね。そういうことです、うん、はい。で、3つ主なタイトル、あ、なるほど、はい、紹介していきたいんですけれども、はい、3つのうち1つはですね、ちょっと異色なものが混じってますそこをちょっと楽しみにね、していただければなと思います。もちろん王道なタイトルもありますので、はい、ぜひ皆さん、本編の方をチェックしてみてください。はい、はい、それでは早速なんですが、うん、1つ目紹介していきましょう。はい、はい、e フットボールです。はい、うん、e フットボールはコナミが開発したサッカーゲームのシリーズです。うん、2021年にウィーニングイレブン、おお、はい、このウィーニングイレブンと、うん、その海外版のタイトル、うん、プロエボリューションサッカーの名称を e フットボールに統一したんです。統一したんだ。そういうことです。うーん、 e フットボールはなんと基本プレイ無料です。おお、うんうん、でこの e フットボールでは、うん、実在の競合チームであったり、うん、自分だけのオリジナルチームを使ってオンラインで、うんうん、世界中のプレイヤーと対戦することができます。はい、また e スポーツ大会にも力を入れていて、うん、大会も数多く開催されているというものなんです。僕も確かにやったことがあって、うんうんうん、当時男の子の間でもちろん今もなんですけれども、うんうんうん、サッカーって人気があったから、うんうんうん、こぞって、うん、ウィーレやろうぜウィーレやろうぜ、うんうん、って言われてたと思う。サッカーといえばね。そう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 、うんうん、ただ今と違うのって、うん、友達とか、うん、家族とかとお家に遊びに行ったり、お家に呼んだりしてやってたけれども、うん、まあ、ご近所さんでね。そうなんです、そうなんです、うん、でも今はいや、もう世界中の人たちとね、うんうん、対戦ができるっていう。そうね、e スポーツでウィーニングイレブン、まあ、この、e フットボールというものがそこまで進化したわけですよ。すごいよ ね、 ね。では2つ目、はい、紹介していきましょう。 FIFA シリーズです。うん、はい、FIFA シリーズは EA スポーツが開発、エレクトロニックアーツですね、ここが販売しているというものです。はい、うん、サッカーゲームのシリーズで世界的な人気を誇ってます。1994年に初めてリリースされて以来毎年新しいバージョンが発売されています。FIFA シリーズ最大の特徴は世界中のリーグやクラブチームのライセンスを取得していて、多くの選手たちが実名で登場しリアルに再現されています。うん、また FIFA e ワールドカップという大会が開催されていて、本物のワールドカップさながらの盛り上がりを見せていると。なんかだからリアリティをすごく追求してるっていうのが特徴なのかな。そういうことですね。うん、でこの FIFA とさっき紹介しました e フットボールが e スポーツ界の2大サッカーゲームとなってるんです。で3つ目なんですが、はい、今紹介した2つに割って入るちょっと異質なサッカーゲームがありまして、うん、なるほど。それがですね、うん、ロケットリーグ。ロケットリーグ、はい、これがどんなゲームかと言いましたら、はい、ロケットリーグはアメリカのサイオニクス社が2015年にリリースしたサッカーとカーバトルが融合したゲーム。サッカーとカー、うん、カーです。あの車ですね車ですか。そうなんです。プレイヤーはジャンプやロケットダッシュができる特殊な車を操作して運転してね、はい、巨大なボールを相手チームのゴールに入れることを目指します。人間が、まあ、プレイヤーではなくて、はい、車がプレイヤーになるわけですね。なるほど、車を操作してサッカーをするってことですね。うん、そうなんです。あー面白そうですが、はい、ルールはサッカーとほぼ同じ。あ、じゃあちゃんとゴールがあって。そういうこと、そういうこと。あー、そこに車を操作してボールを蹴るというか体当たりするというか、うん、まあそれで楽しむのが特徴というものなんです。プレイ人数は1対1から4対4まで変更可能です。なるほど。うん、オンラインの時は最大8人同時プレイが可能となっています。またその競技性とかアクション性が e スポーツの分野でも大変人気を博しており、世界中でプレイヤーの増加や大会規模の拡大などが起こっていると。で2016年より開催されているロケットリーグチャンピオンシップシリーズ、これが世界大会なんですが、はい、賞金総額なんと数百万ドルが出るなど、お e スポーツの中でも代表的なタイトルの一つとして知られています。
リアリティを追求するゲーム e フットボール、そして FIFA シリーズっていうのもあれば、うん、型にはまらずに独自の進化を遂げるゲーム、うん、ロケットリーグ、うん、はい、こういうものもあったりと、いうことで、まあ、スポーツのジャンル、まあ、今回はちょっとこのサッカーに絞ったんですけれども、うんうん、気になった方は試してみてください。はい、はい、ということで、はい、今日はサッカーゲーム、うん、3つに絞ってご紹介していきましたけれども、はい、サッカーゲームって僕ら幼い頃にやったことあると思うんだけれども、はい、今だったらさっきほらコバさん言ってくれたように、はい、世界中の人と対戦ができるって、うん、しかもそのある程度この言語が通じなくても、うんうん、スポーツで通じ合えるっていうのは、そうだね、うん、まあ、ルールは世界共通だからね。そうなんです、そうなんです、うん、でせっかくこれだけ今回紹介したので、はい、またですね、お、ライブ配信をしちゃうんです。なるほど、はい、で今回なんですが、うん、e フットボール、はいはい、e フットボールをライブ配信で、はい、したいと思います。わかりました、いつするのかっていうことなんですが、うん、多分あのコバさんの目の前この辺ぐらいかな、うん、はい、この辺ぐらいにまた出てくると思いますので、ぜひ皆さん楽しんでいただけるように、また僕らも努力をさせていただきたいなと思います。はい、はい、じゃあ皆さん、はい、また次回までバイ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 今日もまた収録の終わった後にですね、このトークを、撮ってるわけなんですけれども、はい、ジャンル紹介のね、そう、スポーツゲーム、サッカーを特集しましたけども、うん、しましたね。はい、いや、ウィニングイレブンっていうタイトルがドドンって出てきた時に、うん、すんげえ懐かしいなと思ったの、うん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 、で僕がいつぐらいだろう、高校中学校、うん、ぐらいかな、うん、プレステとかさ、はい、プレステ2とか、うん